グランスポルトクアトロル大手は、イタリアの自動車メーカーアルファロメオが1965年から1967年まで、生産した2ドアオープンカーである。イタリアの自動車雑誌クアトロル大手を主催していた、ジャンニ・マゾッキが、ミル・レミリアなどのスポーツカーレースで活躍した 6C1750 グランスポルトを復刻させようと提唱したのが、始まりである。 忠実に復刻するのではなく、現代のアルファロメオのコンポーネンツを用いて、当時の雰囲気を現代に蘇らせるのが目的だった。この企画は、アルファロメオとオリジナルの 6C1750、グランスポルトも手掛けた、カロッツェリア・ザガートがそれに応える形でスタートした。エクステリアデザインは、ザガートが当時の図面を引っ張り出して、それを元に新しくデザインを起こした。 パワーユニットは101系ジュリア TI 及びジュリアスパイダーの4気筒 1600ccdhc エンジンとギアボックスを流用している。足回りもジュリアの設計を用いている。ステアリング機構はラックピニオン式を採用しており、ウォームセクター式を採用した101系ジュリア、ジュリアスパイダーに比べて前輪の荷重負担が軽減されている。ブレーキは ボディデザインに合わせてドラムブレーキ式が採用された。1965年にプロトタイプが完成し、鳥の自動車博物館で行われたカロッツェリアイタリアーナにて披露された。この時披露されたプロトタイプはオリジナルの 6C1750 グランスポルトに習ってステアリング位置は右側だった。生産台数は50台限定の予定だったが、 その後注文生産になったため総計約92台が作られた。当時、アルファロメオのディーラーだった伊藤中央との記録簿によれば、6台が日本へ正規輸入されている。そのうち2台が特注で作られた右ハンドル仕様だった。右ハンドル仕様については、ボディの構造上、ペダル周りが狭くなってしまうため、 スカットルの右側にバルジを設けることでこの問題を解決している。ありがとうございます。